ったよ、俺もよ。試しによ。もう自分でよ、究極の食パンって書いちゃってんだもん。マジで。これ。言うぐらいだから絶対うめえんだろうな。あ、うまい、食った、もう。マジで。かくか。いいね。あんたたち行くわよ。いいわね。だってこれ何もつけないでも美味しいんだろ？うん。焼かないでいいって書いてあるもん。うん。だ、今よ。だから、生食パンとかさ、流行ってんじゃん。並んでまで買いたい。食パン？ああ。結構いい値段するけどみんな買ってるもんな。だよ。なんだっけ？いいものを、美味しいものを提供すると、人はそこそこ値段がしても買うんだなってことだよな。安かろう悪かろうはもうダメなんだろうな。うん。うん。サバカンちゃん、おはよう。コンビニも昔に、もうだってよ、タレちゃんよ。コンビニのスイーツ系はもうやばいぜ。レベルが。おう。モンタさんもおはよう。ほんと。スイーツはもうすごいことになってんな。ペットボトルのせい、まず、お茶に制限は、どうかな。うん。うん。だってさ、深夜さんさ、お茶っ葉なんてよ、かなり高いやつだって、なんでかわかる？あのよ、俺あれが嫌なんで、クロワッサン食ってる時ってポロ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 落ちんだよ、下に。わかる？これ。嫌なの、あれが。うん。だから俺クロワッサン食わないよ。俺ほうじ茶が好きなんだよ、ルー。うん。あの香ばしいのが好きだね、俺は。こうちゃん、おはよう。俺はほうじ茶が好きだな。うん。まあ、そうだけど。まあ、でも焙煎してんじゃん、ほうじ茶は。うん。スモークかけてるような感じでさ。うん。お茶のうまさと。蕎麦茶。ああ、蕎麦茶はね、蕎麦屋行ったらね、手打ち蕎麦屋とか行くとね、蕎麦茶がね、出てくるけど。うん。おう、ダリル、ありがとう、マード。おはよう、ちゃん。決まった。あざす。ダリル、こないだ電話出れなくてごめんね。なんか急用があった？あれで、ショートメールかなんかでも、用事もしあれだったら、パワッと送っといてくれりゃ。うん。ごめんよ。寝腐ってたの、多分俺。ああ。いつもありがとう。またかけ直します？うん。了解です。面倒かけてごめんね。うん。
OSG メンバーか。まあ、俺の中ではメンバーだと思ってるけどね。うん、ダリルありがとうバード、決まったあざーす。テケさんもありがとう。うん。要するにさ、こう、俺と楽しく一緒にいて、いたいなって思ってくれる人は、あの、俺が拒絶する理由がどこに、何一つないから、だってお前ら考えてみよ、お前。いや、今年53になるジジイをよ、に会いに来てくれるんだね。なあ。マジで。いや、悪意を持って来る人もいるかもしれないけど、そうじゃなくて、そういうことじゃなくて、うん、ちゃんまん元気出しなよとかさ、声かけてくれるじゃん。ありがてえな、まだ言われてるうちが花だよなって。いや、俺の中では深夜言ってるように、意味がわかんない。俺のどこがいいのかなみたいな。うん。謎っちゃ謎なんだけど、いや、そういう歌だろ、愛に、歌わせんなっつうの。うん。そうなんだよ。だからよ、そういう風な、うん、対応されると、なんか嬉しくなっちゃうんだよな。普段さ、アンチにさ、いじめられてっからさ、そうじゃねえ人がさ、リアルでさ、会ったりするとさ、あの、ポロッと本音が出たりとかさ、俺。うん。なんか弱気なこと言ったりするんだよ。懐かしいやろって歌が？うん。まあ、俺その曲はあんまり好きじゃねえけどな。いじめられまくってるよ。俺多分ね、こういうインターネットのライブ配信者の中で、俺が究極いじめられてると思うよ。俺だって自分よりいじめられてるやつ見たことねえもん。うん。いるか？ちょっとこう、ペッて頭に浮かぶやつ。いねえで、俺もよ。いろいろよ、頭で考えてみたりするんだよ。一人で放送切った後。他いるかなみたいな。もう想像ができねえよ。ぶっちぎりで俺だよなみたいな。半端ねえよ、ほんと、ラオさん。いやいや、俺はさ、田中さん。配信を開ける前に深呼吸3回してから開けてんだよ。ああ。いやいや、ゆいがどころの話じゃねえよ。太郎さん。うん。だからよ、てんてこよ。そのさ、嫌われる要素が多すぎるっていうのは、その、いくつかの要素を、俺が認識してねえんだよ、全然。分かりゃそこ少し抑えようとか、ここ抑えようとか、こういうことを抑えようってなってくんだけど、全然分かってねえ。ああ。俺は今の状態の佐野なら、ああ、引き出したらアンチに変わるで。ああ、了解了解。だけど、ルーよ、引きるときも、根拠ありの引きりだったらいいわけじゃん。人だって怒るときもあるんじゃねえかよ。自覚ねえって逆にすごい。だから無敵なんだよ。
これ自覚あったら心が折れてる、でもとっくに。ああ、無自覚最強かもしんない、チンデラ。ああ、分かってねえんだもん。ああ、まあ因果応報っていうか、今までやってきたことのあれだけど、やってきた以上に俺はやられてるからね。ああ、ギースケ、俺それ見てねえから分かんないっていうか、俺見れねえからさ、 IP 番食らってっから、うん、ノーアカウントでも弾かれるから、ふわっちは。うん、だからみんなからのこうだよ、あ、誰々がこうだよとか、ここに書いてくれてないと、俺は全くなんか、うん、陸の孤島になってるよ。放送後落ち込んだりするんですか？するね。うん。する。で、また、サバカンさんありがとうございます。で、次枠開けるときまた自分を一回奮い立たせるんだよ。うん。くそったれやーって思って。うん。冗談じゃねえよ。ああ、料理ディスで本当は聞いてたら人間味ある。いや、そりゃさ、自分でさ、材料仕入れてきてさ、あそこで作ってさ、それを、その、店に来た人はほら、目の前で見えるからわかるけど、食ってもいねえやつにさ、ガチャガチャ言われたら結構へこむぜ。うん。配信依存なんじゃないの？もちろんもちろん。大好きだから俺、配信が。うん。だからてんてこまよ。あの、お金にならない時代から俺はやってたのよ。まあ、役者もそうだし、スティッカーもそうだし、ニコ生もそうだし、ユーストリームも別にお金にならなかったわけじゃん。でも目玉焼き炙りは食わないでも言われるだろう。そうかな、俺別になんかあれは悪くはないと思うんだけどな。ベーコンエッグだろ。何がダメなのかが まず理解できない。うん。だってよ、深夜さんさ、目玉焼き炙りは食わないでも言われるだろうって、あのアンチがさ、目玉焼きなんか炙らねえわとか言って言ってるかもしんねえけど、そういうやつが回転寿司ってサーモン炙りとか食ってんだぜ。なあ、あ、ルーさんは配信者だったんだ昔ね。うん、そういうやつらは炙りサーモンうめえとか言って食ってんだから。うん、人参が硬いって言われてなかった？私は歯が悪いから、硬いって言われたけど、他の人、え、別に硬くないっすよとか、その時、店にいた人が言ってたよ。筑前煮だろ？うん。いや、だからそこでサーモン炙りはなんで OK なんだよ。エリカお帰り。ミーティング終了した？寿司屋で専門用語を使う高校生見たことないよ。うん。ちゃんと覚えてたろ、エリカ。俺の脳みそはな、酒飲んでてもな、パータにはならねえんだよ。プロ配信者だから。
覚えてるよ。だから金入らねえっつうの。だからどうしようかなっていろんなこと考えてんだよ。ちょっと待ってね。老眼をね、入れないと。なんなんそれ。まあいいけどさ。鳥がいい？鳥が俺好きだよ。あとは、赤貝の貝ひもな。歯はマジ大事。あ、まあいつか入れ歯は入れなきゃなとは思ってるけどね。確定かどうかわかんない。もう一回チャレンジしてみるけど。いやいや、だからよ、そう、チュンチュン、歯がねえから佐野なんだろって言われたら、二の足俺が踏むべや。やっぱ揺れが作んねえ方がいいのかなとかさ。ケンケン、お疲れ。なあ。だろ？あ、俺、歯ねえ方がいいのかなみたいな。そう考えるよ、俺だって。歯入れたら佐野じゃねえだろうとか言われたら。まあ、そういう流れか、みたいな。意外とね、俺、変なとこで素直に言うことを聞いたりするときあるからね。かたくなにラジコンにならないときはならないけど。配信外でいればすれば。ああ、てんてこいいことを教えてくれた。その手があるよな。っていうかさ、おかしくねえか。配信中に、あえて外すんだ、俺が。だがおめえらもよ、ほんと好き放題言うけど、それがお前らだからな。いやもうウィックはいいよ、菅谷。アマゾンにいれば売ってます。合わねえだろっつうんだよ、俺の方によ。売ってるわけねえべや。見たことねえよ、そんなの。おっと、T ジャック。おはよう。いつもありがとう。おでんで歯茎がやけどするよ。なるほどね。あ、でもね、トニーね、俺意外と熱いものいけるんだよ。俺はね、だからラーメンとか食うのめっちゃ早いぜ、俺。いやいや、チュンチュン、それは、あれでしょ？ハロウィンとかああいう時のやつでしょ？それつけて俺表歩いてたらバカだろ、普通に。なあ。いや、ダイソンさ、吸い込みがいいとかそういうのはいいから。
そう考えることがいっぱいあるな。どうにかしねえとな。抜け出さねえと、トンネルから。今、暗闇のトンネルの中だからね。おう、ケチャ。おかえり。チャンパン。普通に働けば全部解決だろって言うじゃん。アンチはよ、絶対俺がどっかでバイトでもしてたら、徹底的に探し出すぜ。徹底的にそこの店に嫌がらせするぜ。前科者雇ってんのかがまず入るだろう。なあ。もうだろ？働けねえんだよ、もう。全部潰されっから。もう想像ができるよ。しまいにはお前そのバイトしてる店にお前消防車呼ばれたりするで。ああ。いや、言い訳なんじゃなくて、ガンちゃんわかるだろっていうの、そんなの。ここの店に、従業員で佐野さんって方いらっしゃいますかって。なんか、店の中で暴れてるって通報があったんですけど、とか。そんなのクビになるわ。マジで。なあ。耐えちゃった方が良くねえですかって言ったって誰が運命通報してんのかもしれん。わかんねえじゃねえかよ。ジャックさんよ。家の中でできる仕事もあるじゃん。何がある？もう YouTube しかねえだろ。だって YouTube で俺が何すんのよ。時事ネタ話すの？おっと、これは一回放送切れるかな？うん。内職、それじゃ食ってけねえだろっつうんだよ。コスメ紹介しろよ。それ女子がやってることだろ。なあ。嫌がらせの度合いが半端ないですね。うん。だから、俺多分ね、俺の想像だよ。YouTuber やっても、俺多分スポンサーつかないよ。うん。